私の名前は西野舞。今日はこのショッピングセンターで行われるヒーローショーに来ています。子供の付き添い？いいえ、私のおばあちゃんの付き添いです。私のおばあちゃんはヒーローショーが大好きなんです。舞、今日もいい席取れたわよ。よかったね、おばあちゃん。80歳とは思えないほどパワフルに応援する姿は有名で、熱烈な若者のファンからも一目置かれるほど。おばあちゃんは長年あるヒーローの追っかけをしています。それがこちら、時空戦士イバライガー。茨城県を中心に活躍している大人気のローカルヒーローです。その中でもおばあちゃんの推しメンがこのイバライガーブラック。クールで俺様キャラのブラックだけど、時にお茶目な一面もあり、そのギャップにメロメロの女子続出。うちのおばあちゃんも完全にやられた一人です。ブラック頑張れ。ブラック行け、ぶっ倒せ。そういう私もおばあちゃんに付き合ううちにすっかりファンになっちゃいました。声援は激しめですが、イベント後の握手会で本人を目の前にすると乙女に戻るおばあちゃん。いつも応援してます、おばあちゃん。好きな人の前で豹変するのも、おばあちゃんならなんだか可愛く思えてしまいます。楽しかったね。ほんと今日もかっこよかったわね。来週駅前のドンキで撮影会だから開けておいて。今までおばあちゃんと二人で出かけることなんてなかったけど、イバライガーのおかげで今ではすっかり仲良しです。でもある時からそんな楽しい日々に陰りが見え始めました。おばあちゃん大丈夫？顔色悪いよ。ちょっと全身が重くてだるいの。いつも元気だったおばあちゃんが最近調子が悪いという日が増えてきたのです。心配に思った母が病院に連れて行くと、申し訳にくいのですが、癌が全身に転移しています。残念ですがもう手の施しようがありません。そんな、おばあちゃんが癌。高齢ということもあり、先生と相談し、大きな負担が伴う積極的な治療はしない方針に決まりました。入院が決まり、おばあちゃんもショックを受けると思っていましたが、病気になんて負けてられないわ。来週のショーは絶対外せないの。ブラックに会いたい、その一心でおばあちゃんはガンと戦いました。おばあちゃんは入退院を繰り返しながらも、体調のいい時はショーを見に行きました。ブラック負けちゃダメよ、頑張って。負けちゃダメ、まるで自分に言い聞かせているように必死に応援するおばあちゃん。その日は特別なことが起きました。ショーを終えたブラックがこちらに駆け寄ってきて、ひゃー、なんとおばあちゃんにハグ。しばらくショーに姿を見せなかったので、ブラックもおばあちゃんのことを気にかけてくれていたようです。その後、ショーの関係者の方が私のところにやってきました。最近おばあ様をお見かけしなかったので、我々とても心配していたんですよ。そうだったんですか。実は私はおばあちゃんの病気のことを話しました。来週入院したら今度はもう退院できるかわからないことも。そうですか。もしよかったらブラックをお見舞いに行かせてもいいですか？え、本当ですか？ぜひこんな嬉しい提案ありますでしょうか。こうして秘密の計画が始まりました。入院後、急激に弱っていくおばあちゃん。生きているうちにもう一度ブラックに会いたい。きっともうすぐ会えるよ、だから頑張って。この日は月曜日、私は医師の許可を得て、サプライズの日を今週の金曜にするよう手配しました。ブラックに会えばきっとまた元気になる。しかし、おばあちゃんの容態が急変し、おばあちゃん、また一緒にヒーローショー行こうって言ったのに。それはサプライズの日の2日前、おばあちゃんは80歳で永眠しました。せっかくお話をいただいたんですが、祖母が亡くなってしまって。そうですか、残念です。おばあ様にはたくさんお世話になりましたので、ぜひお通夜に参列させてください。ありがとうございます。ブラックがお見舞いに来るはずだった日、おばあちゃんの通夜が行われました。遺影にはヒーローショーの時に撮った幸せそうな笑顔の写真。もう一度ブラックに会わせてあげたかった。棺の中にはブラックと一緒に撮った写真や色紙、おばあちゃんの宝物だったグッズをたくさん入れてあげました。天国からもヒーローショーを見て、ブラックを応援してあげてね。こうして通夜はしめやかに進んでいきました。
一般客の焼香を済んだ時、さっきまで静かだった会場がざわざわと騒がしくなったんです。そんな嘘でしょ。私はみんなの視線の先を見て目を疑いました。だってそこにはブラック、ショーの関係者の方が来てくださると思っていた私は、ツヤの会場にブラックがいることが信じられませんでした。ブラックは約束通りおばあちゃんに会いに来てくれたのです。祭壇の前に立ったブラックはお焼香を済ますと、おばあちゃんのために手を合わせてくれました。来てくださってありがとうございます。祖母もきっと喜んでいます。ずっとあなたに会いたかったはずだから。応援してくれるファンのために駆けつけるのはヒーローとして当然だ。ブラックが帰った後、参列者の反応が少し心配だったけれど、おばあちゃんらしいいいお通夜だね。大好きなブラックが来てくれてよかったじゃないか。皆さんからそう言ってもらい、おばあちゃんがたくさんの人に愛されていたことを実感しました。素の姿で参列することもできたのに、おばあちゃんが大好きだった姿のまま来てくれたイバライガーブラック、これは本当にあった話。私はおばあちゃんの分までこれからもずっとイバライガーを応援します。